ナオミシカルカことねマホ私たちはセイゴでーす。はい、今日は新夏服3万円分爆買いしてみたーい。もうずっとやりたかった企画なのでとても嬉しいでございます。あの通販で頼んだんですけど、はい、早く届けてほしいよって言って750円入るやつあるじゃん、うん、あれで届いたんで多分1週間もしないぐらいで届いてる。そうだね、結構早かったね。意外と早かった。しかも服だけじゃなくて小物もいっぱいあったから、うんうん、うち結構小物多いかも。そうなの。じゃあ最初は服から開けて紹介していきたいと思います。はい、ということでレッツセッゴー。せーの、開封のギギはい、1着目来ました。私は、はいはい、ブラウンのピチティを買いました。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。てかこれのキラキラの雨の色合いがなんかレインボーみたいな、うん、そう感じになってて、すごい。あと生地感も結構伸びるので私は好きですけども、ちょっと丈が短い。ちょっと下着がもうちょっとで見えちゃいそう。でも私これ結構お気に入り商品です。可愛、うん、い、可愛 い, い, いハニー。はい、私はビッグ T シャツ。可愛 い, いめっちゃ。ちょっと首元が開いてたのがあんまりちょっとあれかなみたいな、もうちょっとこうキュッとしまってメンズっぽく着たかったなっていうのはあるんですけども、うん、結構生地感はペラペラ気味、うん、薄い感じで、まあ、ロゴの感じもシール、そうシールっぽい感じのロゴですね。まあ、気に入ったかどうかで言ったら私はあんまり気に入ってない三角、うん、じゃあ丸三角バツでいこう。そうね、はい、まあ、これとしては私は三角かなみたいな。次はるか、はい、このシャツとこのベストです。はるか的にさ、女の子っぽく着たくなくてドバドバで着たかったんだけど、うん、デザインは可愛いよねみたいな風に望んでたから三角寄りの丸みたいな感じで。もこれあれでしょ、中とここ別々でしょ。そうで、このシャツはねここにワンポイントがあってあサイズ感も結構いい感じだからこれは丸です。結構似合ってるよこのベストの感じも。でもさ、もう系統変えてかっこいい系にしようかなって思ってたからさ、うん、これを買う前はちょっと可愛い系もみたいなって感じだった買った後にかっこいい系がいいなって思ったんで、まあ、気分変わったら着ない、うん、そうだね、可愛い、まあ、春とかに着るかなみたいな感じですね。可愛い可愛い、はい、はい、2着目。はい、私は上は私物なんですけど、うん、中のおおあーごめんごめん結構中のインナーを買いました、うん、でもちょっと生地がめちゃめちゃペロペロで、うん、あとここのちょっとブラジャーが大変。あ、確かに、うん、だから今この中にしまってるんですけど、でもこういう首のこういう外人っぽいのが欲しくて、うん、ちょっと安いから買ってみたんですけど、でも全然可愛いよ見てる分には。見てる分には、うん、まあたまに着ようかなと思います。ちょっとデザインが結構好きなので買ってみました。はい、はい、ということで、はい、まずはこのTシャツですね。可愛いよこれ。デザインは可愛いんですけど、うん、やっぱり生地感がさっきと同じ生地でテロテロ系のなんかスポーツ、そう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 、スポーツの伸びる系の。さっきはシールだったけどこれはなんかシールじゃない。今度はで、ネックレス、これはヘビで可愛い、めっちゃ可愛い。可愛いよね、うん、で、あとイヤーカフちょっとめっちゃ下に行っちゃったんですけど、それだったんだ。イヤーカフのヘビと、ね、あとズボン、いいじゃん。これはまあまあまあいいかなみたいな、うん、生地感は薄いんですけど踊るってなったら薄い方がいいし形もいいかなみたいな感じです。2着目でした。はい、ということではるかはこの T シャツとこのネックレスで、うん、かわいい。 T シャツはねデザインはかわいいんだけどやっぱ、うん、こうやってやったらさなんかシール感やっぱ貼り付けた感があるから、これでちょっと安っぽく見えちゃうなっていうのがちょっと残念ポイントだけど、うん、でもデザインはマジで可愛いし、形もね、はるか結構確かに、うん、めっちゃはるかぴったり、ね、これは安かった、めっちゃめっちゃ可愛い。マホもね迷った、なんかパールとさシルバーのやつ、あ、そうそうそう、あったよね、いっぱいあったけどめっちゃいいね、シックに合いそう、うん、これは多分いっぱい使う、うん、これは可愛い、比較で使う、まあ、みたいな感じでした。はいはい、はい、3着目。はい、私はまたトップスなんですけど、こういうなんかシマシマみたいな、うん、感じを買いました。韓国っぽい、うん、確かに衣装とかでも使えそう。そう、それは思った、なんか二重とかね。めっちゃ気になるんだけどどうしたの。あ、じゃあここで出来物ができて痛くて
そこに万足貼りました。でも生地感とかはなんかママはいつもこういう感じの生地めっちゃ着るので、うん、全然生地感バッチグーです。まるでーす。はいはい、続いて私はズボンですね。かわいいよ、めっちゃ、うん、こういう感じのなんかチェックのズボンが欲しくて買いました。うん、今はこれ自分の T シャツなんですけど、うん、まあ、ピチティの T シャツと合わせて夏らしくコーディネートしようかなと思いました。ベルトは？ベルトは別ですかね。そうですね、これもまた別で、まあチェーンもついてるのでいい感じです。続いてバッグ。お、スラダニのバッグ。そういうこと言っちゃあかんって。でも可愛いよね、こういう形。こういう形、今トレンドだよ。ちょっと生地感はね、ちょっとまあおばさんかなみたいな感じなんですけど。おばさんって何？でもここがさ、まださしっかりしてるから。しっかりしてるよ。そうね、まあ、ちょっとした時にいいかなみたいな。確かに感じでーす。はーい。あ、あと待って、イヤカフ。あ、まだあった。まだあった。イヤカフでーす。え、それかわいいね。これも、なんかチェーンみたいなのがついてるので、いいかなーみたいな。なんて言った？うん、絡まってる。絡まってない。あ、そうなの？え、絡まってないくない？絡まってる？メイビー絡まってる。メイビー。メイビー？うん。多分。そう。メイビー。あ、これは絡まってるね。メイビーそうそう絡まってる。かわいいなーと思って買いました。かわいいです。以上。次、はるかロールオン。あの、このパンツ、なんかここのね、ひらひらが可愛いなと思って。ひらひらじゃないだろ。これは夏っぽい生地感だね、薄い感じだから。でも普通に動きやすいし、まあ、形とかははるか的には問題ないかなって思います。ということで、T シャツはこんな感じです。デザイン超可愛いんだけどさ、やっぱりシール感がね、うん、まあ、色味とかは結構いい感じなんだけどね、この青と紫のこの感じとか。デザインも可愛いんだけど、やっぱ否めないシール感がありますね。で、はるかはこのイヤーカフを買いました。このイヤーカフね、細い感じがね、あんまね、ごつすぎてもさ、やっぱちょっと怖くなっちゃうから、このぐらいの細さがいいなっていうのがあったのと、シルバーがうちは好きなので、これはめっちゃ使います。はい、4着目。はい、また私からいきますと、私はもうこれマジでめっちゃ好きっていう感じのカーディガン。ヒョウ柄とここもヒョウ柄になってて、まあ、でもちょっとあのここがすごい開いてるので、まあこれもこういうなんかタンクトップみたいな感じをこっから出すのも可愛いなって思いました。いい生地も別に嫌じゃないな、なんかちょっと薄め、 H&M って感じ。うん、確かに H&M っぽい生地感が。だからまあ夏は全然いいかなっていう感じ。まあ私は普通に丸です。以上。はい、続いて、あれ一緒だねって思うじゃん。はい、普通ですね。おー、かわいい。でもね、ちっちゃく見える、なんか足が。サイズはそう、全然ね、きつくない。ただまあ、ちょっと硬めな感じだから、長く歩けはしないんですけど、かわいいな、みたいな。チャラーン、カエルちゃんでーす。カエルちゃんとピアスも、琴音がそういうのつけてない。で、こっちカエルで、両耳つけたいなって思ったんですけど、はい、切れました。今朝切れて、もう私はつけられません。やば、このカエルつけられません。もう片っぽカエル。こっちはカエルで、こっちはトカゲちゃんでーす。イヤーカフ。そう、すげえ、めっちゃ買ったんだね。トカゲちゃんが私の耳は静かみにして、え、超かわいいじゃん。落ちないように頑張ってますね。以上。はい、マシマあどけない T シャツでーす。かわいい。こういう T シャツ1個ぐらい欲しくて、これ安いし、まあでも T シャツの感じも別に気にならないから、まあ、ただシールという感じですね。あどけないってどういう意味なんだろう。ちょ、一回調べていい？いいよ。あ、あどけない。はい。無邪気で可愛いだって。へー。この子のことだよね。うん、確かに。この子あどけないわ。めっちゃあどけない。めっちゃあどけないわ。可愛くね、この子。可愛い。っていう感じです。はい。次は、こちら、衣装で使えるなと思った、このガーター。ガーターじゃないっけ？ガーター。ガーターって、ボーリングのさ。それガーターじゃない？はるかはスカートとか履かないで、ショートパンツの服、うん、衣装が多いので、うん、K-POP のカバーダンスするときに使いたいなって思って買いました。確かに。はーい！ご着目！誰も言わん！誰も言わん！じゃあ私からいきまーす。ピンクのストライプのシャツです。うん、で、これ形、デザインがね、なんか普通のシャツじゃなくて、もともと短くなってるから可愛いんだよね。可愛い、めっちゃ。ワンとしてて可愛いです。そして、これは iPhone ケース。ラメラメなんですよ。でも、めっちゃピンク。めっちゃピンク。可愛いね。でも中にね、これシールなんだよ。
から。そうそう、こういう感じで中に入ってる。でもなんか全然つけたらわかんないから、いいかなって感じ。で、この中に着ている白いやつ。首がこういう風になってる。こういう感じ。で、こういう感じで外人でめっちゃ今流行ってるのね。うん、こういう風に繋がってるやつ。可愛いなと思って買いました。続いて、5着目。おや？あれ？何が変わったんですか？こちらですね。携帯ケースです。虹色の携帯ケースと、これは別売りです。で、四角いやつがですね、欲しかったの。iPhone ケース。はいはい、まあこうやってやって YouTube の。あ、めっちゃいい、めっちゃいい、ね。っていうやつでーす。いいよ。はい、ということで、はるかは、パーカーを、はい、パーカーを買いました。かわいい、それ。ワンポイントのパーカーで。太陽さん。生地も、裏肝だね。うわー。あの、夏は着ないけど、こんな感じでね。竹とかは、もう少しワンサイズ上でも良かったけど、これも、でも、いいサイズ感なので、丸です。はい、6着目。6着目。なぜかみんなをですね。かわいい、みんなを。はい。こちらが、ここ一応ラメでなんかロゴになっております。めっちゃ生地が薄いので夏もいけるかなって思ったけど、ちょっとね、秋とかにも全然着れるよ、うん、かわいい、いいかなって感じですね。今まで紹介した中で一番好き。わかるよ、確かに私も結構これ好き、うん、で、あ、もしもし、あー、オッケーギャルペリオン、めっちゃピカピカ、ピカチュウのかわいい、ね、これはめっちゃお気に入り。以上、はい、6着目。これですか？これですね。あ、何それ、かわいい、サンリオ。え、かわいい、サンリオ。違う、あ、確かにちょっとバツマルくんに見える。あ、バツマルくんじゃないんだ。そう、これは AirPods Pro の入れ物です。ここにね、こうやってやるの憧れてたの、めっちゃ、かっこよくない？かわいい。で、これデザインが Don't touch my pods って書いてある。触るなと。そう、私の AirPods 誰も触るな。続きまして、はるかはこちらのバッグです。え、かわいい。中はこんな感じ。結構入りますね。まあこんな感じなんですけど、もう少し伸びてほしかったよ。これが最大なんだよね。え、でも、こんぐらいのフィット感結構かわいい。はるかがやったら。まあ、リュックが多かったんで、なんかこうやっていける。めっちゃ楽やん、それ。楽なものが欲しくて、サイドバッグを買いました。はい、7着目。はい、ピンクのピチティでございます。正直言っていい、ちょっと琴音に憧れて持ってなかった、こういう黒のバージョン。あー、エンジェル。エンジェルエンジェルではなかったんだけど、はいはい、この黒はもう。だよね、なんか、あ、めっちゃ琴音みたいなやつあるやん、かわいい。でも黒だったらちょっと真似したみたいになっちゃうから、ピンクにしようかなと思ってピンク買った。かわいい、それ。あれじゃね、エンジェルマイハート。はい、何が可愛い。早い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 、もうすでに早くなった。こちらです。チュロー、すごい、坊主頭でーす。これね、後日映像で、まあ、お見せするんですけど、こんな感じでーす。でも綺麗、部屋中に欲しい。ちょっとドラえもんに見えるんだよね。ドラえもん感が強い、否めない。今日は帰ったらやりまーす。突撃、隣の晩ご飯。こちら、しゃもじではなく、靴下です。おー、はい、たまーに可愛い服を着る時の靴下がなかったのよ、自分。あ、でも、こうやって作れる可愛い靴下を買いました。めっちゃプリティーな服やろ、それ。そしてラストはこちらの携帯ケースになります。え、ん、これ元々のやつで新しいやつ一緒やないかい。はい、8着目。はい、なんでやねー、大阪のおもちゃファッションです。あれ、なんか想像してたのと違うな。これはなかなか着る機会は少なそうだね。なんかちょっとあれ、ね、木にも見えてきた。キャーじゃーお前また違うかよつって。さ、ウォンバットで、まずですだ、ここが V ですだ、可愛いんですだ。めっ
ちゃめちゃ可愛いんだけどさ、めっちゃ反則目立つね。なんか嫌なんだよね、これ。まあ、これも、まあ、生地感も好きですし、私がいつも着てそうな感じ。やばいって、これはドンピシャですよ、可愛さが。可愛い、可愛い。急に去るんだね。そうだよ。3000くらいいけそう。そろそろみんなこいつが見たくなっちゃう。じゃーん !10着目。10着目。これめっちゃ良くない?この上着るの。あ、違うやつなんだ。あ、これは別々、これは半袖。ああ。そう、これは別々半袖。半袖かわいい。またちょっと短い、これ。そうね。ほら、これが、これめっちゃ好き、これ。組み合わせかわいい。これめっちゃ多分何でも合うよ、この。ドラえもんドラえもんちょっと。はい!11 でーすはいそして、あ、こうね。11! ね、座り方。はい。これはちょっと、短っ短い。短い。そしてここが切れてる。でこちらは、お前またかよって思うかもしれないけど、ちょっと形が違うんです。持ってるやないかい持ってない見てた。ごめんなさい。なんか笑うだろうなって夢でさ、言ってくれた。いや、もう持ってないから。ハルカってさ、いつもさ、持ってるやないかいとかさ、短いとかさ、ハルカ意識してるから、ね。これはいつものとちょっと違って、ちょっとウエストがキュッてなってるんで、ちょっと痩せてみえるかなみたいな。ここがでかいね、ウエストが。そう、ウエストでかい方が細く見えるよ。うん、で、ここもちょっとポイーンしてるせい。いい感じでーす終わりですか?はい終わりでーすやっとです、はい、というわけで、はい、以上、シーン3万円分購入してみたでしたーあー、いかがでしたか?まあ、T シャツは、まあ、通販なんでね、うん、うんっていうやつもあるんですけれども、うん、これ私めっちゃ気に入ったので、もうこれで1万円分消化したかな、みたいな。ああ、よかったです。どうでしたか?私は、T シャツを多めに買ったんですけど、めっちゃ見た目に似合わない声されてるんですね。T シャツをね、結構多めに買ったんですけど、うん、サイズ感と生地感はめっちゃ自分の好みだった。ただ、この否めないシール感がやっぱちょっともったいないなってところあったんですけど、全体的にはいい感じだなと思いました。今回、外国人とか、ギャル系を意識して買ってみたら、本当にどうでしたか?もう全部感想言ってやつ。今回、外国人とかギャル系を目指してる。私は好きだ!好きなやつね、今のもはるかが。今回は早いとしかない。わかりました。買ったんですけど、まあ私は、ゼブラとか以外は、ゼブラ以外は結構全部気に入ってます。以上でーす。ということで、この動画がいいと思ったら、はい、高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします!あと SNS もやってるので、SNS フォローお願いします。お願いします。ということで、以上、ゼブラでしたバイバーイすっごいレパートリーあるのみんな楽しみにしてるよ、もうそれいや、さ、撮影中につけてくれませんそう、カメラ切った瞬間に履いてみるおい履いてよっていう顔してたじゃん、履いてみるおいきれいにボケとツッコミだったのにさカメラ消えてんだよそん時そういう方がさ面白いの嫌だよね、うん、こんな感じあかわいいマネリーナのマネリーナさその格好とさその靴下とさそのポーズがマジで合わってない何ちゃん、うん、何ちゃんサブちゃん本ちゃんえ、どっちも別にさ、この本ちゃんにこれ使ってもいいし。うん。本ちゃん。プライベート用でしよう。おー、いい